プライベートルーム飽きない TV ずっと笑ってよ。はい、やってまいりました、飽きない TV。 今日なんですけれども、こちらの渋谷の VR 東京にやってまいりました。こちらにお邪魔するのは初めてなんですけれども、今から遊びに行きたいと思いますので、レッツラゴーで行きたいと思います。こちら渋谷の VR 東京。知ってます？ VR どうなんだ。メガネかけてゲームを楽しむというね、バーチャルの世界です。生まれて初めてバーチャルの世界へ行ってまいりたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。それでは遊びに行ってきます。レッツゴー、こちらゴー。やばかった。これジョーさん見せたいよ。え？落ちちゃった。持ってた方がいい？かな、赤い車？赤い車。なんか引きずり回されてる。
떨죠. 지금 신기하고 있죠. 깩! 하늘! なんかこう綺麗な雲に。 何やってんだろうあの子何やってんだろうあの顔って何やってんだあれバカみたい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 
バカみたい。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 脱いでもいいですか？頑張ってて、どういうこと？簡単に言ってみて。歩けばいいの？入れてないな。危ない。あ、危ない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 急げ急げ。押したいんだけど。何で助ける？誰を助けるんですか、これ？石田を助けろ。なんかいいの、ここに。
VR 東京、とっても楽しかったです。楽しかったね。楽しかったね。怖いけど。あ、クリアさん、そうやって感じでしたか。エンディングのためにですね。あ、はーい。エンディングを撮ろうと思ったら怒られたんです。先ほどの、VR 東京の下のゲームセンターで怒られました。エンディングを撮ろうと思ったら、ここは撮影禁止ですよって言われたので、皆さん気をつけてください。皆さん気をつけてくださいそのためにわざわざ2時間エンディングのために2時間借りて、皆さん気をつけてくださいそれでは VR 東京、みんなも行ってみてください。めちゃくちゃ楽しいです。じゃあリングを食べるのでバイバーイ。怒られる。